やっぱり、ね、日本に来た当時からね、ずっとここで育てて生まれてたし、まあ、生まれたとか育ったっていう感じで、まあ、このクラブを愛してるし、やっぱりもう第二の、家だと思ってるし、やっぱり読売クラブのおかげで、選手としても人間としても成長したと思うし、その後 J リーグできてヴェルディの名前変えても、我々のやり方は変わらずに、やっぱりそういう伝統が変わらずにっていうのはやっぱすごく、まあなんていうんですか、まあ、毎日こっち来るだけでもやっぱりワクワクしながら、やっぱり一日ここに来ないと一日始まらないとっていう感じで、やっぱりもう伝統あるクラブだし、もう歴史のあるクラブだし、特に日本リーグ最後の85年ぐらい90年まですごく我々と兄さんと引っ張ってきたクラブだし、 J リーグのスタートの時もヴェルディずっと引っ張ってきたし、日本代表、選ばれた選手多分ヴェルディの方が多いんじゃないかなと、そのクラブですね、僕はここなかったらここまでも人間としても成長しなかったんじゃないかなと、ヴェルディのおかげで僕代表も選ばれたし、日の丸背負って戦ったということがやっぱりヴェルディはあったこそじゃないかなと思いますけどね。特にその育成のところでね、もうここで毎日来てあの子供たちの姿見て一生懸命やってるとかね、もう夢向かって戦ってる選手、一生懸命やってる選手がね、そういうのをなくしちゃうっていうのはどうかなとか思いますけどね。今回この本当この塾の中で選手たちここまで J2 で戦ってるっていうのは、まあ監督が含めてフロントも監督、選手たちやスタッフがやっぱりすごいことだと思います。やっぱりみんなここ来ないと分かんないんですよね、やっぱり肌で感じないと。やっぱりもうなくしたらダメです。これあの日本サッカー界のためにもマイナスなことだと思いますよ。まあ、なんとかしてここを守りたいなと思います。夢がもっと昔のヴェルディが、取り戻したいなという気持ちはあるんですよね。やっぱりせめてやっぱ本当に J1 で戦ってある程度、優勝できるようなクラブがチームがやっぱり作ってほしいんですよね。はい、昔のね、メイクラブと言われてたし、あの王者の時代のヴェルディがずっとシェリーグで3年か4年ぐらい引っ張ってきたチームが、あの魅力的なチームが書いてほしいなと思いますけどね。はい、セイブアワヴェルディです。このクラブ愛してるよ。 OB の人たちもみんな好きです。なんとかして守りましょう。